はい、皆さんチュース。バイバイ。違う。これ、前やってたね。うん、懐かしいんだからね、うん。うん。なんか懐かしいわ。みんな戻ってきたぜ。俺だぜ。誰？俺だって。誰？俺だって。知らない。会社でちょっとさ、いろんなことやっちゃってさ、ちょっとお金が欲しいんだよ。母ちゃんよ。子供を産んでの。俺詐欺かって。みんな気をつけてね。お母さんとかね、おばあちゃんとかね、ご先祖の方とかね。ご先祖はい、てなわけで、あ、そう、俺なんで今急に開けようとしてんだろうか。はい、こちらブラッティーです。え？ブラッティーロンジですです。ブラッティーってさ、血って意味だよね。そうそうそう、血液だね。血、流血とかそういうんだよ。そうだよね。のロンギヌスだから。流血、流血、流血、まあググリは出てくるわな。まあとりあえず血、血の槍ってことかな。ブラッティってなかなかね、かっこいい単語ではあるけどね。血の槍ってことかね。なんかダサくね。なんかダサくね。ブラッドで血だから血液とかだから、ブラッティで多分流血とかそういうことになるんだよ。流血？流血の血、流血の槍？血を流すとかそういうんじゃね？血を流すわな、そりゃ武器ですから。血を流せない武器はないわな。てか血の滴るか。血の滴る槍。なるほど。いやだな。なんか悪魔っぽいですね。みんなこれついてるけどぶっちゃけ使わないでしょこれ。ね、まあ愛用のみんな持ってるでしょ。まあ、持ってない方もね、今のちっこいの使うとね、そこまでシュート力も出ないからね、おすすめはしません。で、今回、ちょっと、読んでいて。声よ！ライアーとデスクとドライバー。とは、破滅の槍、ロンギヌスモチーフ。おいや。槍型の4枚刃にメタルドラゴンが融合することで、重みのある強力なアッパー攻撃を与える、左回転アタックタイプの超絶レイヤー。ジャキューンです。はい。ねえ、フレーム？Yes. 対応のディスクで13フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、左回転時にダウンフォースを発生させてスタジアムに強力に食いつくディスクだって。ほう。ね、ドライバーがジョルト。ジョルト、うん、左回転時にスタジアムに食い込む方向にねじれたラバー軸と前行が低いことによって相手を突き上げるように暴れるアタック系ドライバー。なるほど、ほうほうほう、なるへそ。本当重いな、ディスク。ディスクじゃねえや、レイヤー。え、めっちゃロックかて。おーおーおーおお、進化したな。すげえいびつな形、派手やな。いや、これは素晴らしい。おお、じゃあ早速何かとバトルしていきましょうか。カモン、うん、カモン、ケジョンケジョンにしてやるぜ。出してみ。ほん、愛用のベイで来やがった。さてさ、行こうか。行くぜ。3、2、1、ゴー。追い出された。すげえ、重さでひるまなかったこいつ。うん、だって重いもん。うん、マジで重い。スタジアム大丈夫かな。あと重いのってこれか。うん、じゃあそいつ出してみよう。はい、オーケー。おもれー、めっちゃおもれー。これ外れてた。うん、あとなんか、このブラッティーロンギヌス、写真をツイッターにアップロードするとなんか豪華景品がもらえるかもよっていうのがあるらしいから、みんなよかったらやってみてね。いきます。3、2、1、ゴッシュ。暴れる、めっちゃ暴れんじゃん。やばくない。うん、軸先が半端ないんだ。うん、ノーロック、ワンロックだった。うん、やっべえ。でもあんだけ当たってワンロックか。うん、そいつもなかなかすごい。うん、いなしがすごい。うん、やっ、その軸先やばいね。やばい、ちょっとバルキリー使ってみて。ワルキリー？俺の作ったこちら、ワルキリー
グラビティエッジ。これは普通に打てばいいの？イエス。外れてるし。うん、やる気ねえの、そいつ。これで、3つのベイを倒せることになるぞ。倒すだ。ちなみにこれ、俺が改造してるやつだから、ロックも硬いし、なかなか強い。だね。今、3、2、1、ゴーストおめけまあでもね、やっぱりベイブレードですから、負けるときもあれば勝てることもある。あの人のバロキリは指で押さないでもらえますよ。えでもね、かっこいいね、バロキリね。うん、いや、こっちの話しなきゃね。うん。相手のわけで、一回やってみましたが、超絶暴れる。うん。うん。加速したまんまずっと暴れてたよね。ただ、一つ思うのは、うん。あのね、うん。もう、鉄をふんだんに使うようになったんだから、危機を感じる。バースト、うん、うん。それね、すごく言われてるの。Twitter でもこれ、前はメタベイっていうのがあったんだけど、打った、うん。メタベイ自体は、ぶっちゃけ俺触れてない。俺、バク転から飛んで、こっち来た。うん。うん、だから、その、メタベイは触れてないんだけど、メタベイの場合は、確かに、メタルだけど、バーストしなかったから。危なくなかった。そう。でも、今回、鉄をふんだんに使いながらも、ぶっ飛んでくるわけだから、バーストしてね。バラーンって。なんだったらこれ、飛び出してるからね。うん。ここなんて、すごい危ないからね。だから、大人の方ね、今、見ていたら、要注意して子供に遊ばせましょう。もうここら辺でなんか AT フィールド引きたいよね。聖なるバリアビラーホースみたいなね。ボインって。いるよね。うん、正直。なんかシュートした後にシュンってなんかスタジアム閉じてほしい。ガチャンってなんか透明のガラスがガチャって閉まるみたいな。ガラスだと危ないからね。でプラスチックガチャって、うん、なんかボタンを押したら閉まるみたいなの欲しくない。こうなんかパタン出てこないよ。シュッってしたらさピッと押せばガンって閉まるの欲しくない？欲しい。危ないもん。大人でも危ねえもん。ただの今までのプラのディスクでも結構怪我してきてた。うん、なかなか痛かったよ、うん、俺内出血したもんマジで。いやでも強えな、うん、じゃあちょっとまあ無理だと思うけど、うん、スターセイバー使ってみる？それとも俺が使う？こいつと戦わせてみたいんだ。ねえ、うちが打てる重さ全然あ無理。はい、これ通常打ち？通常打ち。あ、今俺カリカリやっちゃったけどみんなはカリカリしちゃダメだよ。いくぜ3、2、1、ゴーッ！わっ！しかもこいつの耐えた、うん、俺のスターセーバーってやっぱり強い！以上！